ございました。18番のお話を伺います。ワンストローク差できました。ティーショットがスイープ上行きましたね。そうですね、まあ、あの17番でバーディー取ればもう通走があるし、はい、うん、まあボギー打ってもね、まあ、優勝だけど、でもそれじゃ面白くないだろうということで、まあ、トミーのティーショットがね、ちょっと左に行き過ぎて、まあ、気が楽になったっていうかね、まあ、グリーンだけは軽く捉えとこうっていう感じで、ね、打ったんだけど、まあ、しかし、ボールのね、ラインまで来た時にね、もうゾッとしました。ずいぶん行きましたね。そうね、積極性がありますよね。そして、あの返しのパットの時に、プレッシャーとか緊張というのは全くなかったんですか？ごく平静に打ったように感じました。うん、意外と、なんていうのかな、もう、そんなに緊張がなかったしね、やっぱり勝つのは自分であるということをもうちゃんと言い聞かせてありますから、うん、まあでも最後もいいパッティングができてね、はい、はい、よかったですよ。素晴らしい、いい返しのパッティングでした。今年5勝、これで賞金を確定。まあこのシリーズはね、まあ、東とのその賞金を争いっていうことですごく話題になったんだけど、まあそういった意味じゃ今年の東のプレーってのはもう見事であるしね、はい、だからまあ最後の最後までチャンスはあったとね。だからまあ東が大きく飛躍した年でもあるしね。あのこの大会終わってみるとジャンボが一つ円熟の境地にというか悟りの境地に入ったんじゃないかなというゴルフでした。いやいやいや、そんなことは ありえないです。まだ、はい、前進があるのみです。なるほど、という尾崎選手です。おめでとうございます。はい、どうも。